今日は祭りという字を書いてみましょう。まず一画目、左上のマスの中にこの辺りから短めの左払いを書きます。2画目は1画目と書き始めがほぼ同じで、少し右上がりに縦の中心ぐらいまで進んで左払いします。1画目の払いよりも長い左払いで終わりましょう。3画目は1画目のこの辺りから点を書きます。4画目は1画目のこの辺りに触れて点を書きます。5画目はこちら側、2画目のこの角、折れ曲がったところのほんの少し右側から始まって折れ曲がってきて短い左払いで終わります。6画目は5画目の書き始めのすぐ下、この辺りから5画目の左払いのところをクロスして最後右払いします。7画目はここに空いたスペース、この中に短めの横画を書きます。8画目は7画目のすぐ下に7画目よりも長い横画を書きます。9画目は縦の中心を通る縦画から最後跳ね上げます。10画目はこちら側に短い左払いを書きます。11画目はこちら側にできたスペースのところに点を書きます。ポイントとしては、上のパーツと下のパーツがブロックゲームのようにこうパコッとはめ込んでいくように書いていくといいでしょう。上のパーツと下のパーツがバラバラに、ここに変な余白ができるとちょっと間抜けなカツラをかぶったような字になってしまうので、ここにきれいにスペースができるように上のパーツを書いていくことを心がけて書き進めてください。そうするにはこの5画目のこの左払いをあまり縦に長く書いてしまうとここが書けなくなります。なのでここの角度をなるべく寝かせるように短く払っていくことをおすすめします。で、ここにきれいに山のような余白ができるように書いていきましょう。で、この払い終わりもなるべく揃えるようにしていきましょう。で、縦の中心を見ながらこの示すという字を書いていくと、整ったかっこいい祭りという字になります。